タイ政府は新型コロナウイルスの流行により生活に影響を受けた人への支援を決めましたが、市民からは不十分だと反発の声が上がっています。タイの財務省の前では本当に困っている人にきちんとした支援が行われていないとして、人々が抗議のために集まっています。タイ政府は新型コロナ対策として人口の半数に近いおよそ3100万人に2ヶ月間で合計7000バーツ、日本円でおよそ2万4000円の給付を発表しました。しかし、支援金額が少ないことや給付を受けるための手続きが複雑だとして、バンコクで22日、市民による抗議デモが行われました。タイでは先月、バンコク近郊で新型コロナのクラスターが発生したことをきっかけに、各地でバーや観光地の閉鎖が続いています。